最も簡単な止まり方をマスターしよう。まずは止まる前に板をまっすぐにして少し進みましょう。重心が安定しボードの上で余裕ができてから止まる動作を仕掛けると良いでしょう。お腹を正面に向けるイメージで上半身をひねっていくと腰から下を楽に動かすことができるでしょう。お腹が正面を向いてきたら後ろ足のかかとを前へ押し出すイメージで板を横に向けていきましょう。板が横を向き始めたら上半身を後ろ側に少し倒します。上体を後ろに倒すことでかかと側のエッジに力を加えやすくなりボードにブレーキがかかり始めます。ボードが完全に止まったら上体を起こし引き続きヒールエッジに荷重したまま体全体でバランスを整えましょう。スピードが出ていれば出ているほど体をさらに倒してもバランスを崩すことはないでしょう。転ばず安全に下まで滑るための最大の秘訣はきちんと止まることにあります。滑り出す、止まるを繰り返すことができればやがてリフト乗り場までたどり着くことができるはずです。まずは前向き、後ろ向きの両方で確実にボードを止められるようになりましょう。